にちは、ソトチンです。今回やるのはこちら。水風船をメントスコーラで膨らませることができるのかやっていきたいと思います。2回目の挑戦です。前回思いつきでやったんですけれども、見事失敗しました。いきます！ 3、2、1、ドン！用意するものはこちら。前回はね、海外の商品だったんですけれども、今回はこちら。タカラトミーさんのやつです。はい、メントス。ココナッツパインという新しいの発見しました。一束35発です。3つで105個ですね。はい、それではこちらの蓋に穴を開けて、こんな感じにね、アロンアルファでくっつけたいと思います。こんな感じに穴を開け終わりました。キャップの方は完成しました。アロンアルファとティッシュを挟み込み、テープでぐるぐる巻きにしました。メントスを入れます。前回は3つだったんですけれども、もうちょい多く入れたいですね。メントス、うわ、すげえ、すごいココナッツの香り。うん、美味しい。匂いはココナッツ臭でやばかったんですけれども、味がパインでね、美味しいです。これはい、というわけで6個メントスを用意しました。これをね、コーラに入れていきます。やり方としては前回閉める前に入れちゃったので漏れてきちゃいました。今回はですね、ここに挟んでひっくり返してメントス風船を作っていきたいと思います。まずコーラに触れないようにメントスを仕込んでいきます。よし、オッケー、オッケー、4つ入った。慎重にしていきます。オッケー、これで、あ、危ない危ない危ない、危うい。これを締めていきます。危ないな。集中集中、よし。それでは挑戦していきます。3、2、1、ゴー。おお、全部入りました。よいしょ、落ちはしませんでしたね。よいしょ、自分で落としていく。よいしょ、あー、はい、というわけでいかがだったでしょうか。見事ね、メントスコーラ水風船作ることができました。でね、全部入りましたね。多分自動的に落ちるためにはこれが3本ぐらい必要なのかなと思います。メントスコーラ水風船作ってみたという実験でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。